健康福祉局障害自立支援課居宅サービス担当です。私からは訪問系サービス、外出支援、重度障害者入浴サービスの3つについて説明いたします。時間の関係上、このスライドで説明しきれない部分もございますので、別資料、障害福祉サービス及び関連事業の概要をお時間のあるときにご覧ください。今から説明するものの他に、重度障害者等包括支援というヘルパー、通所、短期入所の3つを1つの事業所が行う多機能型のサービスがございますが、横浜市内にサービスを提供している事業所はございませんので、名称だけ知っていただければ結構です。はじめに、居宅介護、重度訪問介護について説明します。まず、居宅介護サービス内容について説明します。1つ目に、身体介護についてです。身体介護は、排泄、食事、入浴などのいわゆる体に触れて行う介助になります。別資料には、サービス内容と1回あたりの標準時間、1週間の標準回数を掲載していますので、ご確認いただければと思います。横浜市独自の取り扱いとして、精神障害の方に限り、利用者と一緒に調理、掃除、洗濯などの家事を行う場合に、すぐに介助ができるよう見守ることや、声かけをする行為を身体介護で利用することを可能としています。介護保険にも同じような枠組みがありますが、障害制度では精神障害の方のみが対象となりますので、ご注意ください。その他の注意点として、マッサージや散髪などの資格を要する行為などについては、ヘルパーを行えず、サービス対象外の活動となります。また、一包化された薬を口に運ぶなどの服薬介助については可能ですが、服薬管理にあたる行為は行えませんので、ご注意ください。次に、家事援助についてです。家事援助は、洗濯、掃除、調理などの、いわゆる体に触れない家事部分の支援を言います。詳しいサービス内容については、別資料をご覧ください。注意点としまして、同居家族の分や共用部分の支援は対象外となります。しかし、独居やそれに準ずる場合で、共用部分の掃除を行わないと、日常生活に支障が生じる場合は、この限りではありません。その他、詳しいサービス内容と、家事援助として不適切なものをいくつか列挙しておりますので、ご確認ください。ヘルパーによる育児支援の部分ですが、障害のある方の子の保育園送迎や一体的な調理などは、育児支援として家事援助の対象となります。しかし、育児支援は本来家庭内で行うべきものを代替するものですので、あ、利用者、かっこ親が、障害によって家事や付き添いが困難な場合、い、利用者、かっこ親の子供が一人では対応できない場合、う、他の家族等による支援が受けられない場合をすべて満たしていることが必要となります。育児支援を検討する際には、あ、い、うについて確認をお願いいたします。その他、金銭管理や薬の受け取りについても別資料に記載しておりますので、後ほどご確認ください。次に、通院等介助です。通院等介助は、病院への通院を行う際に移動介助を行うサービスです。病院だけではなく、福祉サービスにかかる役所などの公的機関や、皆様のいる指定特定相談支援事業所への相談、及び相談の結果生じた事業所見学についても利用が可能です。注意点ですが、1、通院等介助は居宅介護に含まれるので、自宅が起終点となります。片道のみの利用の場合は、
起点、終点のどちらかが自宅であれば大丈夫です。丸2、通院等介助は障害の状態像によって身体介護を伴うと身体介護を伴わないの2つに区分されます。サービス内容に変わりはありませんが、身体介護を伴うの方が報酬単価が高いので、給付費や利用者負担額が変わることになりますので注意してください。丸3、院内での介助についてですが、通院等介助は病院までの送迎を主とするサービスであって、院内の介助は本来病院側のスタッフにより行われるものですので、基本的に院内の時間は算定外となります。しかし院内スタッフでの対応が難しく、利用者が具体的な介助を必要とする状態である場合は、院内の移動やトイレ介助などについても対象となります。その際は院内での介助が必要で病院により対応ができない旨をプランにて明示してください。なお、診察室内などは診療報酬も発生し、院内スタッフが個別対応を行う場所ですので、対象外となりますので、ご注意ください。丸4については、通院等介助は外出の用途が限定されているサービスですので、買い物など用途以外の利用はできません。帰り道に買い物を行う場合は、帰りのみを外出系サービスに切り替えて利用する必要があります。また、丸5、突発的な通院が発生した場合、すでに支給決定されている支給料内で対応できる場合には、通院等介助を利用可能としています。ただし、定期的な通院を想定したサービスですので、突発的な通院のために、あらかじめ支給決定を行うことはできません。突発的、不定期な受診について、通院等介助での対応が難しい場合は、外出系サービスにて対応することも可能です。通院等介助のサービス対象となるかどうかは、診療報酬が算定されるものかどうかを基本として判断します。自由診療のものは対象外となりますので、ご注意ください。次に、通院等乗降介助です。通院等乗降介助は、ヘルパー自身が運転して利用者を連れて行くときに適用となるサービスで、通院等介助の行き先と同様です。乗車前もしくは乗車後の屋内外における移動等の介助、または通院先では受診等の手続き、移動等の介助が必要な場合に利用できます。必要な介助が車の乗車、降車のみの場合はサービスの対象ではありません。また、その移動介助や受診手続きにかかる時間が20分以上の場合は、通院等乗降介助ではなく、通院等介助を利用することが可能です。どのサービスが適用されるかは、別資料にフローズがございますので、ご確認ください。次に、居宅介護の所要時間です。まずは、いわゆる2時間ルールの説明です。居宅介護サービスを1日に複数回として利用する場合、1回ごとのサービスの間は、原則2時間以上空けなければなりませんので、ご注意ください。状況により、同一のサービスを2時間空けずに利用する場合は、例2のように、前後を合算して、1回のサービスとして取り扱います。ただし、別資料に記載の要件に該当する場合は、2時間未満の間隔でも回数を分けて利用できる場合がありますので、必要な際にはご確認ください。また、30分に満たないサービス利用ですが、事業所がサービスの最小単位である報酬を算定するためには、20分以上のサービス提供が必要となります。プラン作成段階で20分以上のサービス内容を組んでください。次に、重度訪問介護について説明します。
重度訪問介護は区分4以上の重度障害の方に対し、身体介護、家事援助、外出支援、見守りなどのサービスを包括的に提供するもので、断続的に介助が必要な状況が続くことから、長時間のヘルパー滞在により支援を行うサービスです。見守りができるサービスとよく言われますが、見守りとは断続的に発生する介助の合間にある様々な介護の事態に対応するための待機している状態などを指します。よって、見守りができるサービスではありますが、見守りのみでの利用はできませんので、ご注意ください。続いて、支給料の考え方についてです。重度訪問介護は、身体介護、家事援助、通院等介助に加えて、この後説明する外出系サービスのすべてを行うサービスです。ウィークリープランを作成した際に、スライド1、2、3にかかる部分を計算し、さらに外出支援を行った際に、事業所が加算を算定できるので、別途重度訪問介護の全必要量のうち、外出支援と通院等介助分について、移動中介護加算分として計算します。重度訪問介護の場合も、居宅介護利用計画表を作成しますが、外出部分については、移動支援等利用計画表を作成していただきます。データは横浜市ホームページ掲載のサービス等利用計画提出書類一式に入っていますので、後ほどご覧ください。重度訪問介護は基本3時間以上のサービス利用が想定されていますが、身体介護、家事援助、見守りと支援内容が包括的な場合など、重度訪問介護としての必要性があれば、短時間でも利用できます。支給料の最小単位は1時間となります。続いて、重度訪問介護と居宅介護との関係ですが、重度訪問介護の要件を満たしているからといって、必ずしも重度訪問介護を利用する必要はありません。本人の支援ニーズにより、長時間の包括的なサービスが必要なのか、必要な時間帯のみスポット的な居宅介護が必要なのかを判断してください。ただ、重度訪問介護の介助が必要でサービスを利用する方は、基本的に居宅内外を問わず、重度訪問介護で支援を受けることになりますので、重度訪問介護と居宅介護を併用して利用することはできないとされています。しかし、例外的に重度訪問介護事業者が対応できない時間帯に別の事業者がスポット的に居宅介護を提供することや、同一の重度訪問介護事業者であっても、重度訪問介護を利用しない曜日に居宅介護を提供することは併用可能とされています。重度訪問介護を利用する場合は、このようなケースも考えられますので、プランを組む段階でよく確認、調整をお願いします。続いて、知的障害者と精神障害者の支給決定についてです。行動障害のある知的・精神障害の方が、重度訪問介護を利用する場合は、利用前に行動援護事業者によるアセスメントを実施して、ご本人の状態像や課題、支援内容の具体的内容を明らかにした上で利用することになります。相談支援専門員の皆様におかれましては、関係機関の連携体制を構築し、アセスメントの実施後も重度訪問介護が効果的に提供されているかをモニタリングしていくことが求められています。続いて、ヘルパーの医療機関等への派遣についてです。重度訪問介護は、居宅においてサービス提供するものですが、平成30年4月から、入院中の医療機関などにおいても、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用して、
そのニーズを的確に医療従事者に伝達するなどの支援を行うことができるようになりました。支援期間は医療従事者などがコミュニケーションの技術を習得するまでと定めがありますので、必要な期間、必要な量の支給決定が行えるよう、適宜状況の把握に努めていただければと思います。続いて、グループホーム入居者の制度利用についてです。グループホームに入居されている方の支援は、本来グループホームの職員により行われるべきものですが、1、2、3の対象者要件を満たす場合は、個人単位でヘルパーを利用できることが定められています。読み上げますと、1、区分4以上で同行援護、行動援護、重度訪問介護の対象者は、身体介護、家事援助、重度訪問介護が利用できます。2、1以外の区分4以上の方については、個別支援計画に位置づけられており、かつ区が必要性を認める場合に身体介護のみが利用できます。3、通院等解除、通院等条項解除については、区分1以上で慢性疾患により、医師の指示で定期的な通院が必要な方は利用できます。通院の対象回数は月2回までで、それを超える通院は外出系サービスを利用することになります。なお、1、2については経過措置とされており、これまで3年ごとの経過措置期間が近くなるたびに延長されており、直近令和3年4月の報酬改定でも延長されていますが、今後についてはわかりません。その点をご承知おきください。グループホームでのヘルパー利用時の留意事項として、ヘルパー利用は利用者個人の必要性とニーズによってサービス提供を行いますので、職員体制の不備などのグループホーム側の事情は必要な理由にはなりませんのでご注意ください。また、食事等提供などのグループホーム職員が行うべき内容もありますので、どこまでをヘルパーが担うべきなのかを整理が必要となりますのでご注意ください。最後に帰省時の利用です。帰省時は受け入れ体制が整っていることが想定されていますが、居宅介護のサービスが必要となる場合は、共同生活援助にかかる報酬が全く算定されない日に限って、居宅介護などを利用することができます。施設入所の方も考え方は同じです。具体的には200以上の帰省時の中日がそれに当たりますので、ご承知おきください。ここからは計画表の作成及び支給決定に関することについて説明します。最初に、居宅介護等利用計画表の作成についてです。居宅介護等利用計画表は、必要とするサービス量を計算するために作成するもので、サービスの必要性を判断し、いつ、何をするために、どのくらいサービスが必要なのかを具体的に記載していただきます。計画表は作成後、区に提出してください。留意事項としては、申請者の希望を聞き取り、それを基本に計画表を作成しますが、何のサービスを利用するかのみでなく、ニーズの整理と目標設定を意識、そして障害者総合支援法以外のサービスの利用状況も勘案して作成します。また、事業者にそのサービスの提供が可能であることを確認し、現実的な計画にまとめます。こちらもデータは横浜市ホームページに掲載していますので、後ほどご覧ください。支給料の計算方法ですが、サービスの利用時間は月単位で設定されていますので、利用計画表等の作成により、ウィークリープランが完成したら、それを1ヶ月分に計算し直す必要があります。計算式は定期利用4週分プラス連続する最大3日となります。5週の月があるからといって、
単純にかける5週となるわけではないのでご注意ください。なお、複数の事業所を利用する場合は事業所ごとに4週分プラス最大3日の計算を行い合計します。また、不定期利用分として算出した時間にプラスアルファを行うことも可能ではありますが、全く利用見込みのないものは認められません。何のサービスがどのくらいの量で必要かという理由を明確にしていただくようお願いいたします。次に、2人派遣の取り扱いについてです。記載の括弧1から括弧3の通り、体が大きいなどの身体的理由や暴力行為や器物破損行為等が認められる場合など、3要件のいずれかを満たすことで利用が可能です。2人派遣が必要な状況はプラン上で分かるように示していただくようお願いいたします。また、留意事項として、2人派遣を行うことができるのは身体介護と身体介護のように同一のサービスのみとなりますのでご注意ください。このほか、平成30年4月から障害支援区分6の重度訪問介護利用者について、熟練したヘルパーが新規に採用したヘルパーに同行して支援を行うことが認められるようになりました。事業所より相談があった場合は区の担当者と相談いただくようお願いいたします。サービスの支給料については、身体介護・家事援助については記載の通り設定しています。通院等介助・通院等上行介助に関しましては、支援区分に関わらず必要な時間数と決められています。重度訪問介護についても記載の通りです。ただし、居宅介護、重度訪問介護ともに一律の使用料とするものではありませんので、支給料を計算する際は必要なサービスと量を精査してください。また、支給料基準を超過する利用は、区が必要と認めた場合に可能となります。必要なサービスと量を精査する段階で、事前に区担当者へ相談をお願いいたします。続いて、児童の支給決定にかかる留意事項です。障害児の利用については、保護者に対する育児支援ではなく、障害児本人に対する日常生活の支援であるということがポイントです。健常児であっても、乳幼児等の支援が必要な年齢であったり、家族が本来担うべき内容であったりすると、制度の対象にならないと判断できる場合がありますので、できないことのすべてを必要と判断するのではなく、1、2にあるように、対象児童の身体状況や世帯の家事・介護能力から、子育て支援サービスなども視野に入れながら、個別に必要性を判断してください。また、重度訪問介護は、児童への決定はできませんのでご注意ください。サービスの利用と提供の可否についてですが、1つ目に、居宅介護等は障害児本人に対する日常生活の支援を行うものですので、知的障害児の余暇支援、経験拡大、留守番目的での居宅介護は利用できません。2つ目に、家事援助については、児童の年齢に照らし合わせて必要な部分を判断していきます。特に乳幼児の家事支援については、保護者の育児支援にあたるものとなりますので、原則利用はできません。3つ目に、保護者不在時の利用についてです。居宅介護は保護者の就労支援を行うものではありませんので、保護者不在時の留守番目的での利用はできません。保護者同席でのサービス提供が原則ですが、具体的な身体介護などが必要であり、保護者が確実に指示を出せる状況であれば、具体的な支援が必要な時間のみ利用可能としています。居宅介護、重度訪問介護についての説明は以上です。次に、外出支援について説明します。
ここではすでに説明しました、居宅介護の通院等解除や、重度訪問介護以外の同行援護、行動援護、移動支援について説明していきます。外出支援サービスの必要量を精査する際にも、居宅介護と同様に、移動支援等利用計画表の作成をお願いいたします。まずは同行援護です。同行援護は、視覚障害の方への外出時の付き添いを目的としたサービスです。身体介護を伴う、伴わないの枠組みがありましたが、平成30年の報酬改定の際に、基本括弧盲ろう者に整理されています。サービスの内容に違いはありません。障害支援区分は不要となっていますが、同行援護事業所は、障害支援区分3以上の方に対してサービスを提供した場合に加算を算定することができますので、横浜市ではその客観的な判断を行うために原則区分認定を受けていただいています。また、障害児についても大人と同様に加算が算定できますが、障害児は区分認定がありませんので、各区役所において児童の短期入所、単価区分確認表を準用して、加算対象者であることの判定を行います。続いて、サービスの範囲についてですが、同行援護は玄関を出るところからがサービスの範囲となりますので、居室内で行う介助は含まれません。居室内での行為介助などが必要な場合は、身体介護の利用が可能ですが、身体介護は30分単位での利用となりますので、最低20分以上の提供内容が必要となりますので、ご注意ください。例として、図のように、居室内での行為介助や排泄介助が20分以上必要な場合は、身体介護を利用し、外出中は同行援護を利用することになります。小学生以下の障害児への適用については、保護者等が疾病、出産、就労、冠婚葬祭、兄弟児の学校行事への参加等の社会的理由により付き添えない場合に限ります。介護疲れ、対象児以外の子どもとの時間を確保したい場合などは、社会的理由にあたりません。社会的理由にあたるかどうかは別資料を参照し、確認していただきますようお願いいたします。続いてサービス同士の併用関係です。定期通院時の付き添いについては、原則居宅介護の通院等介助を利用します。ただし、利用者が同行援護の利用を希望する場合や、突発的、不定期、単発の通院の場合には、同行援護でも対応可能です。移動支援については、通学・通所支援のみサービス内容が異なりますので、併用可能です。支給料基準はそれぞれ別に適用されます。次に、行動援護について説明します。行動援護は、行動障害のある知的障害、精神障害児者を対象としたサービスです。障害支援区分3以上であることが要件であるほか、障害支援区分認定調査での一定項目を点数化して10点以上の方が対象となっています。対象となるかどうかは区へ確認してください。行動援護対象の方は、通院等介助で行う定期的な通院についても行動援護で対応しますので、支給料基準は48時間に通院必要分を加えたものとなっています。サービスの内容については、同行援護とは異なり、外出に伴って必要となる外出準備など、居宅内支援もサービスの対象です。児童への適用ですが、行動援護は行動障害に対する専門的な支援であるということから、同行援護とは異なり、小学生以下であっても、保護者の社会的理由は問いません。
しかしながら、小学生以下の児童に保護者なしで必要とされる外出かどうかは精査が必要ですし、支給料については基準時間を一律に適用するのではなく、真に必要な時間を必要量として計算してください。この行動援護の大きな柱は、予防的対応、制御的対応、身体介護的対応となっていますので、それぞれの内容は資料をご確認ください。行動障害に対しては、適切にアセスメントを行って、綿密な支援を行う必要があるということから、行動援護事業所には、行動障害支援のスペシャリストの役割が求められています。続いて、サービス同士の併用関係についてですが、行動援護事業所は、帰宅介護に比べると、市内に充実しているとは言えません。行動援護対象者であっても、受けてくれる行動援護事業所が見つからない場合は、移動介護を利用することが可能です。その際の支給料基準は、行動援護に基づいて計算します。移動介護を利用する場合は、行動援護対象者であることをサービス等利用計画に明記するようお願いいたします。なお、移動介護を利用する場合は、定期通院は通院等解除で対応することになるので、ご注意ください。通学通所支援については、通学通所目的での行動援護の利用はできないため、行動援護と通学通所支援は併用が可能です。続いて、移動支援について説明していきます。移動支援は、いわゆるガイドヘルプといわれるサービスで、日用品の買い物等の社会生活上必要不可欠な外出や、余暇などの外出支援を行う移動介護と、特別支援学校や日中活動系サービスへの通学・通所のための通学・通所支援に分けられます。こちらは、地域生活支援事業という、自治体ごとに制度設計を行うサービスです。地域生活支援事業単体では、計画相談の対象サービスではありませんが、他のサービスと組み合わせてプランを立てることが多いので、知っていただく必要のあるサービスです。対象者要件やサービス内容などを横浜市で定めているので、国事業よりも細かく示されています。対象者要件は、移動介護に関しては、1、身体障害1級、2級で3歳以上の機能障害を有する障害児者、外出時に主に車椅子を使用する者。2、知的障害児者、精神障害児者。3、総合支援法の対象となる児童を含む難病患者等で、1と同等のものです。通学通所支援は、移動介護の要件1から3に加え、4、身体障害1級2級の視覚障害児者、5、総合支援法の対象となる児童を含む難病患者等で4と同等のものが要件となります。ただし、年齢に関わらず、他の送迎手段や付き添いが得られない場合に限りますので、注意してください。障害支援区分は、移動介護、通学通所支援ともに不要です。通学通所支援については、他の送迎手段や付き添いが得られない場合のみ、利用が可能とご説明しましたが、他の送迎手段が得られない場合とは、1にあるように、送迎対象外であるため、送迎車やスクールバスが利用できないなどの、やむを得ない場合を指します。利用者側の都合や希望で、施設送迎を利用しないといった場合は対象外です。また、2、小学生以下で移動介護を利用する場合と、年齢問わず通学通所支援を利用する場合、同行援護と同様に保護者などの付き添いが得られない社会的要件が設定されています。
単に基準時間で決定するのではなく、具体的利用計画に基づいて必要時間数で決定しますので、ご注意ください。続いて、多制度との併休についてですが、移動介護については重度訪問介護や同行援護、行動援護の対象者要件と両方満たす場合、基本的には国事業を優先して利用し、併休はできません。通学通所支援については、国事業との併休や移動介護との併休が可能です。対象となる外出の種類についてですが、外出は社会生活上必要不可欠な外出と、余暇と社会参加のための外出に分けられます。この区別は後ほど説明する支給料基準の考え方で使用します。対象となる外出の種類の詳細は別資料をご確認ください。補足として、健康上必要な散歩についてですが、身体機能の低下などを防ぐため、外出の機会そのものの確保を目的としたものを指します。買い物や通所など、他の機会で外出の機会が得られている場合の散歩は、健康上必要とは言えませんので、必要不可欠とは見なせません。対象外の外出の種類については、スライドは一例であり、詳しくは別資料に掲載してありますので、ご確認ください。プールで泳ぎを教える、遊び相手になるなどの、利用者が行う活動そのものの支援は行いません。また、どのヘルパーでも行えるレベルでの支援を想定しているので、ヘルパーにサービスとは別の資格や特別な準備を要するような活動も対象外です。その他、病院内での取り扱いについては、不定期、単発、突発の通院を移動介護で行う場合の取り扱いです。通院等解除同様、病院内での支援だけの利用や、病院側で対応すべき診察室内などは対象外です。支給決定の積算方法について説明します。移動支援の支給料基準は、移動介護と通学通所支援を合わせて30時間です。必要不可欠な外出と、通学通所支援の合計が30時間を超える場合には、48時間以内を基準として必要時間を利用することができます。30時間を超える場合は、超える理由や状況をプランに明記してください。最後に、移動支援のサービス類型についてお話しします。ヘルパー1人が利用者一人を支援する個別支援型の他に、移動支援独自のメニューとして、一人または複数のヘルパーが複数の利用者を支援するグループ支援型があります。内容については必要時にご確認ください。また、通学通所支援には、通院等乗降介助と同じような乗降介助型のメニューがあります。ヘルパー自らが運転する車での支援で、乗降やその前後の介助が20分未満となる場合がこれに当てはまります。自立通学通所支援については、提供できる事業所も少なく、市内での事例もごくわずかですので、ここでの説明は割愛しますが、メニューがあることをご承知おきいただき、必要に応じてご確認ください。外出支援についての説明は以上です。続いて、最後のサービスになります。障害者入浴サービスについて説明します。障害者入浴サービスは、訪問入浴と施設入浴に分かれています。訪問入浴は、自宅に訪問し、浴槽を持ち込んでリビングなどで入浴するサービス。施設入浴は、特別養護老人ホームや地域活動ホームなどの特殊浴槽の設備がある施設で入浴の介護を受けるサービスです。
対象者要件は訪問入浴、施設入浴ともに記載の通り重度身体障害者のうち1から3を満たす18歳以上のものです。読み上げますと、1、医師が入浴可能と認めたもの。2、住居形態や身体状況から他サービス等の利用によっても入浴の機会が得られないもの。3、障害者施設等に入所または病院等に入院していないものが要件となります。訪問入浴が利用できる方は訪問入浴を優先していただきます。支給料についてですが、訪問入浴は6月から9月の夏季のみ週3回最大月15回上限です。利用回数の増加を希望される場合は支給決定の変更申請が必要になります。夏季以外の期間についてはこれまで通り週2回最大月10回までです。施設入浴は週1回ですので月々10名程度と利用者数は少なくなっています。サービス支給決定時の留意事項ですが、1、入浴には急な体温変化などの危険が伴うことから入浴サービスを利用する場合は医師が入浴可能であると認めていることが必要となっており、医師意見書によって確認しております。支給決定を行う区と入浴サービス事業者が確認するものなので相談員の皆様が確認する必要はありませんが、ご承知を聞いただければと思います。なお、意見書は1年に1回は取得し直していただく必要があります。意見書の取得にかかる料金は利用者が負担しますが、更新の際には3000円プラス消費税までは市が助成しており、事業所を通して手続きを行います。2、入浴の機会とは浴槽での入浴を指し、シャワー浴は含みません。他の手段によっても浴槽に入ることができない場合に入浴の機会が得られていないと判断することとしています。ですのでヘルパーを利用して自宅で入浴ができる場合など、他のサービスによって入浴の機会が得られている場合は入浴サービスの利用を不可としています。日中活動系サービスにおいて入浴介助を受けている場合は、それと合わせて週2回、夏季のみ週3回となるように訪問入浴を利用することができます。日中活動系サービスの入浴介助が不定期もしくは実費などが発生している場合には、日中活動系サービスの回数に関係なく週2回まで必要料を利用できます。また訪問看護の看護師さんの手により入浴を行っている場合もあるかと思いますが、これは入浴の機会に含めません。訪問看護の回数に関わらず所定の回数の利用が可能です。続いて対象者の例外についてですが、1、グループホームの利用者は基本的にホームで対応すべきと考えられるため原則利用はできません。しかし入所後に身体状況が変化し、ホーム内の浴槽での入浴やヘルパーでの介助による入浴などが困難となり、入浴の機会が他に全く得られない場合には利用可能としています。2、児童についても原則対象外ですが、成人と同様の体格であるなどの理由により総合的に判断して利用できる場合もありますので、区にご相談いただければと思います。長くなりましたが、私からの説明は以上となります。ご清聴いただきましてありがとうございました。健康福祉局障害施設サービス課地域施設支援係です。短期入所日中一時支援についてご説明します。
短期入所は介護者の理由により一時的に障害児者の介護ができないときに施設等で預かりを行う事業です。施設への本入所と違い短期間の預かりです。実施事業は入所施設や中所施設、医療機関などです。短期入所は泊まりを伴うものだけではありません。医療機関で実施されている短期入所の中には日中だけ預かる短期入所もあります。障害種別、障害児か障害者か、医療的ケアを実施しているかなどを考慮し、利用施設を選んでください。なお、短期入所は介護人の理由だけでなく、本人要件でも利用できます。例えば、単身の人でも一時的に必要であれば利用できます。短期入所は介護給付のため、障害支援区分が必要で、障害支援区分1以上が対象です。障害児は支援度により決定区分が異なります。短期入所の種類です。短期入所は障害者施設や障害福祉サービス事業所が実施している福祉型短期入所サービス、医療機関が実施している医療型短期入所サービス、医療型特定短期入所サービスがあります。対象者の障害像で利用できる種類が異なります。医療型短期入所サービスは医療型の対象者として支給決定された利用者、医療的ケア度が高い重症心身障害児者などを受け入れるための特別な報酬単価が設定されています。宿泊を伴わない日中の預かり、または夜間のみの支援を行う短期入所は、医療型特定短期入所サービスと呼ばれます。障害者の場合、医療型短期入所サービスまたは、医療型特定短期入所サービスを利用できる方は、受給者証に、療養介護対象者または遷延性意識障害者と印字されています。障害児の場合は受給者証に重症心身異ケア障害児または遷延性意識障害児と印字されています。支給決定区分での短期入所の利用可否です。短期入所は18歳以上は障害支援区分1から6の人が対象で、障害者決定、療養介護対象者、遷延性意識障害者のいずれかの決定となります。療養介護対象者、遷延性意識障害者は、医療型短期入所サービス、医療型特定短期入所サービス、福祉型短期入所サービスのいずれも利用可能です。18歳未満の障害児は、障害児決定区分1から3、重症心身異ケア障害児、遷延性意識障害児のどれかの決定となります。重症心身異ケア障害児、遷延性意識障害児は、医療型短期入所サービス、医療型特定短期入所サービスも利用できますし、福祉型特定短期入所サービスも利用できます。支給料についての留意点をお伝えします。短期入所は、具体的な利用見込みがある場合は必要な日数、具体的な利用見込みがない場合は月5日の支給決定となります。5日以上必要な場合は、事前に区役所での変更の手続きをする必要があります。利用月が終わったら5日に戻します。平成30年度の報酬改定により、連続した利用については30日以内、年間利用日数は180日までとなりました。これを受けて、横浜市では月に15日までの利用を基本とするようにしています。介護者が急病等、やむを得ない事情があってこれを超える場合は、区役所にご相談ください。平給についての留意点です。短期入所は、在宅障害児者のサービスのため、施設入所者やグループホーム入居者は原則対象外です。宿泊なしの短期入所と、日中活動系サービス、生活介護や児童のデイサービスなどは同じ日に利用できません。宿泊を伴わない短期入所は1日単位の請求であり、日中の利用となるためです。短期入所には様々な加算がありますが、利用計画が関係する加算もありますのでご紹介します。計画相談支援の加算ではありませんのでご注意ください。日中活動支援加算は、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画、または障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者に算定が可能な加算です。
他にも短期入所事業所の保育士等が利用者ごとの日中活動実施計画を作成していることといくつかの条件があります。利用計画に医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要ということの記載がないとこの加算は算定できません。短期入所については以上です。続いて日中一時支援の説明です。日中一時支援も預かり事業ですが、宿泊を伴うものはなく、時間単位により預かりを行うものです。日中一時支援は、介護人が一時的に障害児者の介護ができないときに利用でき、精神障害児者と発達障害児者は対象外です。なお、日中一時支援は、地域生活支援事業のため、障害支援区分がなくても利用することが可能です。日中一時支援の支給料について、具体的な利用見込みがある場合は必要な日数、具体的な利用見込みがない場合は月2日の支給決定となります。1日を利用時間によって分割して利用することができるため、月2日の支給決定の場合、4時間未満の利用であれば月8回まで利用することができます。平給についてなど支給に関しての留意点です。在宅障害児者のサービスのため、施設入所者やグループホーム入居者は原則対象外です。日中一時支援と日中活動系サービスは当日に移動する場合は利用できる時間帯の決まりがあります。日中一時支援についての説明は以上です。健康福祉局障害施設サービス課共同生活援助担当です。ここからは、共同生活援助グループホームについて説明します。資料は障害福祉サービス及び関連事業の概要の居住支援括弧1共同生活援助の該当ページをご覧ください。なお今回の説明では共同生活援助をグループホームとして説明していきます。まずグループホームの概要について説明します。サービス内容ですが、グループホームはその名の通り、障害のある方が共同生活を行うところです。事業所は、グループホーム入居者に対して、相談への対応、食事の提供、掃除、洗濯等の日常生活上の支援、必要に応じて金銭管理、服薬の支援、また介護が必要な方には、食事介助や入浴介助など、入居者の状態に応じて様々な支援を行う事業です。対象者は障害者総合支援法に定められている障害者です。ただし、身体障害の方は新規入居者について、65歳以上の方を対象外とする規定があります。しかし、65歳前から障害者手帳を持っている、障害年金を受給しているなど、何らかの障害者の制度、サービスの利用歴がある方は利用可能です。次に、障害支援区分についてですが、グループホームは障害支援区分の認定がなくても、障害支援区分認定調査を受けることで利用することができます。ただし、入浴、排泄、食事等の介護の提供を希望する場合、または日中サービス支援型のグループホームを利用する場合には、障害支援区分の認定が必要です。入居される方の状況、希望を確認し、必要に応じて障害支援区分の認定手続きもご案内ください。支給期間は最長3年です。ただし、障害支援区分の認定を受けている方は、障害支援区分の認定期間内での決定となります。こちらのスライドにはありませんが、グループホームと多制度との平均については、短期入所、日中一時支援、居宅介護、訪問入浴は原則グループホームとは併給ができません。しかし、経過措置として認められている居宅介護との併給については、後ほどご説明いたします。なお、通所系のサービスとグループホームの請求制限はありません。次に、グループホームの事業所類型についてです。グループホームは、介護等の提供方法により、介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型の3種類に分けられます。
令和5年5月末現在、横浜市内には外部サービス利用型事業所はありません。介護サービス包括型のグループホームがほとんどで、現在少しずつ日中サービス支援型のグループホームが増えてきています。資料の内容から離れて少し補足します。横浜市内のグループホームは、令和5年5月末時点で915ホームあります。身体障害の方向けのグループホームは少なく、難病の方に特化したグループホームはありません。入居者の定員は4人から10人と小規模です。その規模のものが1階と2階など、1つの建物の中に2つのホームがある物件もあります。入居されている方も様々です。障害支援区分が区分なしの方から区分6の方まで、男性だけ、女性だけ、男女混合のホームもあります。身体障害の方だけのホーム、知的障害の方だけのホーム、精神障害の方だけのホームもあれば、身体障害の方と知的障害の方が一緒に暮らすホーム、知的障害の方と精神障害の方が一緒に暮らすホームなど、入居されている方の障害種別も様々です。建物の形状も様々です。既存の一戸建てを改築したもの、グループホーム用に一戸建てを新築したもの、アパートやマンションなどワンルームタイプの部屋をグループホームとしているものなどなど、この場合、アパートやマンションの一部がグループホームになっているものもあれば、アパートが丸々一棟グループホームになっているものもあります。職員による支援時間や夜間の支援体制、食事提供の実施状況も様々です。グループホームを選ぶ際には、入居される方がどのような支援を希望、または必要としているのか、どのような目的で入居されるのか、そうしたことを踏まえて、ご本人に合ったグループホームをご案内ください。続いて、資料の障害福祉サービス及び関連事業の概要に戻りまして、グループホームの支給決定の構造について説明します。本日の説明では、横浜市内にない外部サービス利用型を入れると説明が複雑になるため、介護サービス包括型と日中サービス支援型の例で説明します。介護サービス包括型、日中サービス支援型のグループホームを利用する場合に支給決定され、受給者証に記載される事項は、スライドに書かれている、本体決定、加算、特定障害者特別給付費の3つです。なお、加算と特定障害者特別給付費は該当者だけの支給決定ですが、本体決定は全員必ず支給決定されるものです。グループホームの本体決定には2種類あります。グループホーム内で居宅介護等を利用しない基本決定か、居宅介護等を利用する居宅介護利用者決定のどちらかです。どちらか一方の決定となりますので、居宅介護を利用する日と利用しない日があっても、居宅介護利用者での決定となります。この居宅介護には、介護保険の訪問介護も含みます。先ほど、グループホームでは原則居宅介護の利用ができないと説明しました。これはグループホームの3つの形態の中で、介護サービス包括型と日中サービス支援型は、介護等グループホーム事業者自らが行うとされているためです。そもそもグループホームには本人の負担により外部から介護、家事の提供を受けさせてはならないという基準があり、障害者総合支援法の居宅介護や介護保険の訪問介護だけでなく、制度外の有償ヘルパーや家政婦、家事代行サービスなど、本人の負担で外部から家事、介護の提供を入れることは指定基準上で禁止されています。どうしてもヘルパー等の利用が必要な場合には、本人負担ではなく、グループホーム事業者の負担で利用してもらうことは可能です。ただし、現在は令和6年3月末までの国による経過措置として、一定の要件を満たしている場合に限り、居宅介護や介護保険の訪問介護の利用が認められています。しかし、グループホーム内で居宅介護等を利用した場合は、グループホームの報酬単価が少なくなるという仕組みです。これを踏まえた上で、グループホーム内での居宅介護等を利用する場合の要件を説明します。居宅介護等を利用するための要件は、
障害支援区分4以上であり、丸1、丸2のいずれかの要件を満たすものです。丸1は、同行援護、行動援護、重度訪問介護の対象となる方です。これらの要件に該当する方は、居宅介護の身体介護だけでなく、家事援助や重度訪問介護の利用も可能です。丸2は、丸1以外の方ですが、障害支援区分4以上であり、さらにグループホームの個別支援計画に居宅介護の利用が位置づけられていること、市町村、横浜市の場合は各区役所が居宅介護利用の必要性を認めていることが必要です。この場合は身体介護のみ利用可能で、家事援助と重度訪問介護は利用できませんのでご注意ください。なお、居宅介護等を利用する際は、グループホームの支給決定を基本決定から居宅介護利用者決定に変更する必要がありますので、区役所での手続きが必要となります。グループホーム内での居宅介護等の利用とは別に、通院等解除、通院等情報解除についても、グループホーム入居者以外の方とは異なるルールがあります。グループホーム入居者が通院等解除、通院等情報解除を利用する場合、利用要件は障害支援区分1以上であり、慢性疾患等で医師の指示による定期通院が個別支援計画に位置づけられていることが必要です。また、この場合の通院等解除、通院等情報解除の利用は月2回までとなりますが、定期的な通院でないものや月2回を超える通院等については、移動介護等の外出支援サービスの利用が可能です。続いて、特定障害者特別給付費についてです。グループホームの場合、上限1万円の家賃助成となっています。対象者は、市町村民税非課税世帯か、生活保護受給世帯の方です。障害者総合支援法に基づく体験利用の場合も対象となります。次に、グループホームで支給決定が必要な加算について説明します。これら以外にも支給決定を伴わない加算があります。事業所が加算を請求するためには、区役所の支給決定だけでなく、グループホーム側が様々な算定要件を満たす必要がある加算もありますが、スライドに記載されている7つの加算については、グループホーム側の体制に関わらず、入居者の状況が加算の要件に該当する場合は全て支給決定されます。各加算の詳細については、障害福祉サービス及び関連事業の概要をご覧ください。1の重度障害者支援加算1は、受給者証の記載としては、重度障害者支援加算です。これは、重度障害者等包括支援対象者である場合に決定する加算です。2の重度障害者支援加算2ですが、受給者証の記載は、強度行動障害者重度支援加算です。この加算の対象者は2パターンあります。1つ目は、障害支援区分が4または5で、行動援護判定基準表の合計点数が10点以上の障害者です。2つ目は、障害支援区分6で、行動援護判定基準表の合計点数が10点以上の障害者のうち、重度障害者支援加算1に該当しない方になります。3の強度行動障害者体験利用加算は、障害支援区分の要件はなく、行動援護判定基準表の点数が10点以上の方が、グループホームの体験利用をする際の加算です。体験利用については後ほど説明しますが、この加算は体験利用の支給決定をする際に、行動援護判定基準表で10点以上であれば対象となる加算です。4の地域生活移行個別支援特別加算の対象者は2パターンです。1つ目は医療観察法に基づく通院決定を受けた方。2つ目は強制施設または更生保護施設から出てきた方で、保護観察所または地域定着支援センターとの調整でグループホームに入居した方です。5の精神障害者地域移行特別加算は、
精神科病院に1年以上入院していた精神障害者で、退院から1年以内の方が対象です。6の強度行動障害者地域移行特別加算は、障害児施設、障害者施設に1年以上入所していた強度行動障害者で、退所から1年以内の方が対象です。7の医療的ケア対応支援加算は、医療的ケア判定のスコア表の項目に掲げるいずれかの医療行為を必要とする方が対象です。利用者等からの申し出書等の提出により、加算が該当するか確認、支給決定が行われます。次に、グループホームの体験利用について説明します。グループホームの体験には、障害者総合支援法に基づいて行われる体験利用という制度があります。これは、グループホームに正式に入居する前に、試しにグループホームを利用してみる制度です。体験利用は、年度で上限50日以内、1回あたり連続30日以内の制限がありますが、障害者施設に入所中、医療機関に入院中、多自治療所のグループホームに入居中であっても利用可能です。最後に、グループホームのサテライト型住居利用について説明します。資料は、障害福祉サービス及び関連事業の概要の居住支援、括弧2、サテライト型住居利用のページをご覧ください。サテライト型住居とは、本体のグループホームとは別の場所、おおむね20分以内のアパートなどにおいて、単身生活に向けた支援を行うグループホームです。本体のグループホームの職員が巡回等により支援を行い、入居者の支援状況による増減がありますが、現在市内には34カ所のサテライト型住居があります。利用期間は3年です。原則3年でサテライト型住居を出て、単身生活等へ移行する必要がありますので、入居時から単身生活に向けた支援をお願いします。なお、原則3年の利用期間を超える場合は、審査会において利用期間延長の審査が必要です。単に延長したい、次に行くところがない、ということでは延長することはできません。延長するためには、3年間単身生活に向けてどのような支援がなされたかが問われます。適切に支援をしたにもかかわらず、支援が終了しなかった理由が確認されます。また、利用期間の延長後、一人暮らしに向けて、どのような課題を、いつまでに、どのように解決していくかという具体的な支援計画が求められます。その上で審査会に諮りますが、当然審査が通らないこともあります。3年で単身生活に移行できなかった場合に、どこでどのように暮らしていくのか、本体のグループホームに戻るのか、別のグループホームに移るのか、グループホーム以外の生活に切り替えるのか、関係機関にあらかじめ検討をお願いいたします。参考として、横浜市ではサテライト型住居の利用を促進するため、本体住居の居室を空室として確保していくための家賃補助を行っています。一人暮らしを目指してサテライト型住居を利用したいけれど自信がない、うまくいかなかった時には元のホームに戻りたいといった場合に活用できますので、グループホーム事業所にご相談ください。以上、共同生活援助グループホームのご説明でした。ご覧いただきありがとうございます。健康福祉局障害施設サービス課施設等運営支援係です。これから居住系サービス、施設入所支援、宿泊型自立訓練、療養介護についての説明を行います。資料は、障害福祉サービス及び関連事業の概要と、パワーポイントのスライドの資料の該当ページをご覧ください。ではまず、本題に入る前に、これは障害福祉サービスの体系図になります。これから説明するサービスは、介護給付に分類されるもの、訓練等給付に分類されるものがあります。それを少し頭の片隅に置いて、この図を思い出しながら説明を聞いていただければと思います。また、
もう一つ参考として、これは厚労省のホームページの体系図ですが、厳密に居住系サービス、あるいは施設系サービスと分類されるものは、施設入所支援や共同生活援助、グループホームになります。例えば、この後お話しする療養介護は、療養や介護を行う場という考え方、宿泊型自立訓練は、訓練のための一時的な居室等の使用という考え方で、住んでいられる場所という居住系サービス、あるいは施設系サービスには分類されていません。本年度も含め、これまでこの場での説明は、便宜上分かりやすくするため、夜間も含めていられる場所での支援ということで、すべて居住系という大枠でお話をさせていただいていますが、このように分類の仕方、考え方がいろいろあるということも、前のスライドと同様に、これも頭の片隅において聞いていただければと思います。なお、障害福祉サービス及び関連事業の概要の資料では、今年度、宿泊型自立訓練と療養介護は、居住支援の枠から抽出して単独の項目として掲載しています。それでは本題に入ります。施設入所支援とは、施設に入所されている方に対して、夜間や休日、入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談及び助言、その他必要な日常生活上の支援を行います。次に、対象者及び支給決定要件のお話です。生活介護を受けている方で、障害支援区分が4以上、50歳以上の方は、障害支援区分3以上の方、あるいは自立訓練、または就労移行支援を受けている方であって、入所しながら訓練などを実施することが必要かつ効果的であると認められる方などが対象となります。後者の要件の一例としては、脳血管障害、脊椎障害、身体の麻痺や高次脳機能障害、視覚に障害のある方などが、横浜市総合リハビリテーションセンターや、厚木市にある神奈川県総合リハビリテーションセンターが運営する七沢自立支援ホームなどへ入所しながら、自立訓練、機能訓練の利用をすることなどが挙げられます。続いて、留意点のお話です。留意点の1点目、他のサービスとの併給、組み合わせについてです。施設入所支援のみで支給決定することはできません。必ず日中活動系サービスを併給する、組み合わせる必要があります。なお、障害者施設入所中の居宅介護、夏季、冬季、週末の帰宅期間中については、原則として利用することはできません。ただし、帰省中、200以上等、施設入所支援に関わる報酬が全く算定されていない日については、居宅介護、重度訪問介護の利用が可能になります。続いて、留意点の2点目です。介護保険適用除外施設についてです。障害者の入所施設などは、介護保険適用除外施設ですので、入所して一定の要件を満たす方は、介護保険の非保険者ではなくなり、同時に介護保険サービスの利用はできなくなります。介護保険適用除外施設に入所された場合、あるいは退所された場合については、区役所の保険年金課への届け出が必要になります。以上が施設入所支援についての説明です。では次に、宿泊型自立訓練についての説明をいたします。宿泊型自立訓練とは、夜間に居室、その他の設備を利用しながら、家事などの日常生活能力を向上させるための支援、生活などに関する相談及び助言、その他の支援を行います。
横浜市には主たる対象者が精神障害者の方を対象としている施設が3カ所あります。ハイツカモメ、ゆかり荘、ヴィラ朝日の丘です。令和3年度までは知的障害者の方を対象としている施設が1カ所ありました。続いて対象者です。宿泊型自立訓練は訓練等給付になりますので、障害支援区分は不要です。ご利用者は、日中は精神科病院のデイケアに通所されたり、就労継続支援 B 型や、就労移行支援のサービスを利用されている方、就労されている方もいます。ご利用者は、ここで支援を受けた後は、グループホームや単身でアパート生活を送られたり、ご家族と一緒に生活をされたりします。続いて留意点です。1点目は暫定支給決定お試しの期間についてです。宿泊型自立訓練は利用開始から2ヶ月以内の範囲で援護の実施期間、受給者証を発行している区役所が設定して、受給者証と決定通知に記載されます。区役所は暫定支給決定の終了前、おおむね2週間程度前に事業所から必要な書類の提出を受け、継続利用の可否を判断します。暫定支給決定終了前には、指定相談支援事業所の皆様へ区役所に送付されたものと同一の書類が事業所から届きますので、ご確認をお願いいたします。続いて留意点の2点目です。標準利用期間についてです。標準利用期間はサービスの長期化を回避するために設定されているものです。宿泊型自立訓練を利用できる標準利用期間は24ヶ月2年になります。ただし長期入院していた方、またこれに類する事由のある方については36ヶ月3年利用することが可能です。なお、標準利用期間が定まっている方といって、一生に一度しか利用できないサービスではありません。要件によっては、再度支給決定することが可能になります。もし、再度の利用が必要と思われる場合には、援護の実施期間、区役所にご相談をお願いいたします。以上が宿泊型自立訓練についての説明です。次に、療養介護についての説明をいたします。療養介護とは、医療と常時介護を必要とする方に対して、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、及び日常生活のお世話を行います。福祉サービスと医療サービスの両方が合わさっている施設になります。続いて対象者です。医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する方で、スライドの資料に記載していますが、あの丸1、ALS 患者等、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で、障害支援区分が6の方。2、筋ジストロフィー患者、または重症心身障害者で、障害支援区分が5以上の方、などです。なお、丸の3番から6番までは、令和3年度の報酬改定に伴い、新たに追加された対象者になります。また、横浜市内には3カ所の療養介護施設があります。サルビア、横浜療育医療センター、横浜医療福祉センター港南、3施設とも重症心身障害児者の方を対象としています。続いて、留意点です。1点目、他のサービスとの併給についてです。療養介護は24時間、
365日の支援を基本としているため、他のサービスとの併記はできません。ただし、療養介護施設入所中の移動支援等の利用は、医療機関入院時と同様に取り扱います。詳細は、市役所、障害自立支援課、居宅サービス担当にお尋ねください。留意点の2点目です。介護保険適用除外についてです。療養介護施設は、障害者、入所施設と同様、介護保険適用除外施設になります。施設利用と同時に、介護保険非保険者ではなくなり、介護保険のサービスの利用ができなくなりますので、ご注意をお願いいたします。以上が療養介護の説明です。では、最後に、その他の留意事項のご説明をいたします。以降、スライドの資料に記載されている3点についてのご説明をいたします。1点目、障害者入所施設の入所申し込みについてです。スライドの資料に記載されているような、丸1から丸5のようなフローで入所調整が進んでいきます。入所決定までには1ヶ月から2ヶ月程度かかります。もし市内入所施設を検討している方がいらっしゃる場合には、受給者証を発行している区役所の担当職員にご相談をお願いいたします。2点目。療養介護施設の入所申し込みについてです。横浜市にある3つの施設、先ほどお話ししたサルビア、横浜療育医療センター、横浜医療福祉センター江南については、入所ベッドに1床以上空きが生じた場合には、入所施設と横浜市で入所調整会議を開催して入所者を決定します。ここが通常の障害者の入所施設と違うところです。スライドの資料に記載されているような、丸1から丸6のようなフローで入所調整が進み、空きが生じてから入所の結果がわかるまで、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。なお、横浜市内の療養介護施設については、先ほどもお伝えした通り、すべて重症心身障害児者の方が、入所の対象者となります。続いて、障害者施設及び療養介護施設の入所について、相談支援事業所の皆様へのお願いです。施設入所の希望を区役所の担当職員に相談する際には、ご本人やご家族へ本当に入所する意思があるのかを必ず事前に確認をしてください。施設からは入所を決定した後にご本人やご家族に連絡をしたら、実は入所を希望していなかった。個室でないなら入所するのはやっぱり嫌だ。本当はもう少し自宅で介護をしていたかった。などといった声が聞かれることもあるという話を伺っています。在宅での生活が本当に難しいのかを関係者間で十分検討したり、入所された後のご本人の生活をイメージするようにしてください。さらに仮に入所された後も常に地域移行、在宅復帰やグループホームなどでの生活も意識した支援を行っていただきますようお願いいたします。3点目です。入所施設からの地域移行についてです。ご承知の通り、現在、国は、施設に入所する障害者を、地域での生活へ移行しようという方針が進んでいます。現在、横浜市では、入所施設に対して、地域移行アセスメントシートを作成していただくようお願いしています。ご利用者ご本人が、自ら意思決定をすることが難しい場合には、
モニタリング時などに関係者で打ち合わせを行いながら支援を進めています。なお、入所施設が作成した地域移行アセスメントシートについては、施設職員が作成して使用するものですので、相談支援専門員などが提出を求めるものではないことを補足いたします。以上で、居住支援、施設入所、宿泊型自立訓練、療養介護の説明を終わります。ありがとうございました。健康福祉局、障害施設サービス課、施設等運営支援係です。これから、日中活動系サービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 A 型 B 型、就労定着支援についての説明を行います。資料は、障害福祉サービス及び関連事業の概要と、パワーポイントのスライドの資料の該当ページをご覧ください。最初は、生活介護についてのお話をいたします。なお、生活介護と、また、この後説明する、就労継続支援 B 型のうち、法人型地域活動ホーム、機能強化型地域活動ホームで実施している場合のお問い合わせ先は、同じ障害施設サービス課ですが、地域施設支援係になりますので、ご注意をお願いいたします。ではまず、本題に入る前に、これは障害福祉サービスの体系図になります。これから説明する日中活動系サービスは、介護給付に分類されるもの、訓練等給付に分類されるものがあります。それを少し頭の片隅に置いて、この図を思い出しながら、この先のお話を聞いていただければと思います。では本題に入ります。生活介護とは、介護給付に分類され、日中、通所先の事業所で、食事や入浴、排泄などの介護や、日常生活上の支援、生産活動の機会などを提供するサービスです。高齢者の通所介護、デイサービスの障害者版としてイメージしていただけると分かりやすいと思います。続いて対象者です。対象者は地域や入所施設において安定した生活を営むため常時介護などの支援が必要な障害者です。続いて支給決定要件です。障害支援区分が3以上の方、障害者支援施設に入所して生活介護を使う場合には、障害支援区分が4以上である必要があります。年齢が50歳以上の方については、障害支援区分が2以上。障害者支援施設に入所して生活介護を使う場合には、障害支援区分が3以上である必要があります。続いて、加算についてのお話です。加算は、事業所が報酬を請求する際に、各種加算ごとの算定基準を満たしていれば、請求が可能になるものです。生活介護以外のサービスにも各種の加算があります。ここでは、重度障害者支援加算の説明をします。この加算は、平成30年、2018年の4月から新設されました。この加算は行動援護判定基準表で10点以上の方が対象となっています。施設入所の方も含め、該当する方の場合は、援護の実施機関である区役所で加算を支給決定しています。生活介護についての説明は以上になります。では次に、訓練系の日中活動系サービス。自立訓練、機能訓練、生活訓練についての説明を行います。
自立訓練とは、訓練等給付に分類され、機能訓練と生活訓練の2つがあります。宿泊型の自立訓練もありますが、それはこことは別、居住支援の説明の際にお話をいたします。機能訓練は、理学療法、PT や作業療法、OT などの身体的リハビリテーションや、日常生活上の相談支援などを実施します。生活訓練は、食事や家事などの日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の相談支援などを実施します。視覚障害者の方の歩行訓練については、機能訓練、生活訓練のどちらで実施しても可能となっています。続いて対象者です。対象者は、機能訓練、生活訓練ともに、地域生活を営む上で、身体機能や生活能力の維持・向上のため支援が必要な障害者になります。自立訓練は訓練等給付になりますので、障害支援区分は不要です。ただし、認定調査はおおむね5年に一度行われます。続いて、留意点のお話です。1点目は、暫定支給決定についてです。暫定支給決定は、お試しの期間として、利用開始から2ヶ月以内の範囲で、援護の実施期間、受給者証を発行している区役所が設定し、受給者証と決定通知に記載されます。区役所は、暫定支給決定期間の終了前、おおむね2週間程度前に、事業所から必要な書類の提出を受けて、継続利用の可否を判断します。暫定支給決定終了前には、指定相談支援事業所の皆様のところへも、区役所に送付されたものと同一の書類が事業所から届きますので、ご確認をお願いいたします。なお、暫定支給決定については、一番最後、その他の項目のところで、再度ご説明をいたします。続いて、留意点の二つ目です。標準利用期間についてのお話をします。標準利用期間は、サービスの長期化を回避するために設定されているものです。この設定されている期間に、ご利用者さんも、事業所の方々も、計画的に結果を出しましょう、というものです。機能訓練は18ヶ月、四肢麻痺等の場合は36ヶ月、生活訓練は24ヶ月、長期入院等の事由がある場合は36ヶ月、という利用期間が定められています。なお、標準利用期間が定まっているからといって、一生涯に一度しか利用できないサービスではありません。要件によっては、再度支給決定を受けて利用することが可能です。再度利用が必要と思われる場合には、援護の実施機関の区役所にご相談ください。また、標準利用期間を超過してサービスを利用する必要がある場合には、特例延長ができる場合があります。ただし、延長には各種の要件があります。横浜市の審査会を通す必要もあります。これらの詳細も、一番最後、その他の項目でもう一度お話をいたします。以上が自立訓練の説明になります。では次に、訓練系の日中活動系サービス、就労移行支援についての説明をいたします。就労移行支援とは、訓練等給付に分類され、一般就労などへの移行に向けて、事業所内や事業所外の企業などにおける、作業や実習、適正に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援などを実施します。
続いて対象者です。対象者は65歳未満の障害者、または65歳以上の障害者でも65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた方が対象となります。なお、就労移行支援は訓練等給付ですので、障害支援区分は不要です。続いて留点のお話です。1点目は暫定支給決定についてです。就労移行支援には暫定支給決定の期間、お試しの期間があります。暫定支給決定は利用開始から2ヶ月以内の範囲で、援護の実施期間、区役所が設定し、受給者証と決定通知に記載されています。暫定支給決定の内容の説明は先ほど自立訓練で触れましたので、ここでは省略します。続いて留意点の2つ目、標準利用期間についてのお話です。就労移行支援には標準利用期間が設定されています。期間は24ヶ月、2年です。標準利用期間の内容の説明についても先ほど自立訓練で行いましたので、ここでは省略いたします。就労移行支援の説明は以上になります。では次に、訓練系の日中活動系サービス、就労継続支援 A 型 B 型のご説明をいたします。就労継続支援とは、訓練等給付に分類され、A 型と B 型、2つの種別があります。就労継続支援の A 型は、利用者と事業所との間で雇用契約を締結して、就労の機会などを提供します。雇用契約を結ばずに利用できる事業所もありますが、県内には数箇所のみです。ご利用者は、ハローワークに掲載されている求人票を見て、事業所に利用を申し込みし、その後、区役所へ支給決定してほしいと来庁されるのが一般的です。雇用契約を結ぶため、福祉の面の支援だけではなく、有給休暇や最低賃金の考え方など、労働基準法の側面もあるのが特徴です。それに対して、就労継続支援の B 型は、ご利用者と事業所との間で雇用契約を結ばずに、就労や生産活動の機会などを提供します。最低賃金の概念はありませんので、A 型よりは比較的緩やかに過ごすことができると思います。続いて、対象者についてのお話です。就労継続支援A 型は、就労移行支援と同様、65歳未満の障害者、または65歳以上の障害者でも、65歳に達する前、5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていた方が対象となります。これに対して、就労継続支援 B 型は、65歳以上でも、援護の実施期間、区役所が必要であると判断した場合には、支給決定することが可能です。また、特別支援学校などの卒業生や、就労経験がない50歳未満の方などが利用する場合には、就労移行支援事業所での就労アセスメントが必要になります。就労アセスメントについては、後ほどお話をいたします。なお、就労継続支援 A 型、B 型、ともに訓練等給付ですので、障害支援区分は不要です。続いて、留意点についてのお話です。一つ目は、暫定支給決定、お試し期間です。就労継続支援 A 型が対象になります。B 型の方には、暫定支給決定はありません。内容の説明については、
自立訓練と就労移行支援でも触れましたので、ここでは省略いたします。続いて留意点の2点目です。就労アセスメントについてのお話をします。主に就労継続支援 B 型が対象になります。働く力の向上を必要としているご利用者に向けて、ニーズを実現するために支援を継続的、長期的に行う必要があります。その時に大切なのが、就労アセスメントを元にした相談支援事業所の皆様の適切なサービス等利用計画、個別支援計画の作成と関係機関の連携による情報共有になります。相談支援事業所の皆様には、就労アセスメントの結果をもとに、ご利用者のニーズを踏まえた適切なサービス利用のための支援を実施していただきたいと思います。さて、特別支援学校在学中の就労アセスメントの取り扱いですが、横浜市では対象者を段階的に拡大し実施してきましたが、平成30年度以降は就労アセスメントの対象者を広げ、原則として就労継続支援 B 型を利用する方は全員就労アセスメントの対象者としています。しかし、厚生労働省の通知、平成29年4月25日付の事務連絡、これに基づくみなしによる扱いと、諸事情によって就労アセスメントができない方については、例外的に就労アセスメントを実施しなくとも就労継続支援 B 型の利用を可能としています。続いて0.3点目、引き続き就労アセスメントについてですが、先ほどのお話で触れました就労アセスメントの厚生労働省が定めているみなしによる扱いについてです。内容はこのスライドの資料に記載されている ① ② の通りですので、お時間のあるときにご確認いただければと思います。続いて留意点の4点目、これも就労アセスメントについてのお話です。特別支援学校等既卒者を対象とした就労アセスメントの例外取扱い、免除についてのお話です。横浜市の整理は、スライドの資料に記載してあります通り、丸1、丸2、丸3、この通りですので、お時間のあるときにお目通しいただければと思います。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、就労アセスメントを実施することが難しい場合については、個別に援護の実施機関、区役所にご相談ください。就労継続支援の説明については以上になります。では次に、訓練系の日中活動系サービス、就労定着支援についての説明をいたします。就労定着支援とは、訓練等給付に分類され、平成30年度2018年度から開始した比較的新しいサービスになります。一般就労した障害者との相談を通じて、生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関などとの連絡調整や、それに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。障害者との対面支援については、基本的に月に1回以上は行わなければいけません。なお、就労定着支援は自立生活援助、自立訓練、生活訓練との併給はできないのでご注意ください。続いて対象者についてのお話です。就労定着支援を利用できる方は限定されています。就労移行支援、就労継続支援の A 型 B 型、生活介護、自立訓練、
いずれかの利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方となります。利用できる期間も厳密に決まっていて、就労を継続している期間が6ヶ月以上、42ヶ月未満の障害者です。一般就労して職場定着支援期間の6ヶ月を過ぎた後から利用が可能になります。なお、この42ヶ月の期間を超えての更新はできません。この期間を超過して支援が必要な場合には、就労定着支援の事業所が法定サービスではない就労支援センターなどに支援を引き継ぐ必要があります。横浜市の就労支援センターについては、ホームページの方に掲載をしておりますので、お時間のあるときにご確認ください。就労定着支援についての説明は以上になります。では最後にその他の留意事項を説明します。以降、スライドの資料に記載の5点についてご説明します。留意点1点目は、標準利用期間の特例延長についてです。先ほどからの説明の通り、自立訓練、また宿泊型自立訓練、就労移行支援については、標準利用期間が設定されています。標準利用期間を超えて、真にやむを得ない事由により、当該有期限サービスを延長して利用する必要がある場合は、その必要性を本人及び事業所に確認し、援護の実施期間、区役所の判断として認められた場合に限り、審査会を経て延長することができます。延長の手続きに入る場合は、必要書類等を作成の上、区役所へ提出していただき、さらに市役所で精査をした上で審査会へかけます。手続きには2ヶ月半ほどかかります。利用期間終了の期限が間近に迫っての延長の申請は、手続き上の都合もあるためお断りしています。延長が必要と判断した場合には、早めに当該サービス事業所や援護の実施機関、区役所にご相談ください。留意点2点目は、暫定支給決定についてです。これも先ほどからの説明の通り、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 A 型については、2ヶ月以内の範囲で暫定支給決定があります。暫定支給決定は、障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、原則として初回利用時に設定されています。暫定支給決定期間が終了する14日前、2週間前までに、スライド資料の1、2、3の書類が、事業所から指定特定相談支援事業所及び区役所に提出されます。暫定支給決定終了後に継続利用が難しいと判断した場合には、ご利用者、サービス提供事業所、区役所、必要に応じて家族や関係者等と今後の方針について再度検討することになります。3点目は在宅での就労系サービスについてです。就労移行支援、就労継続支援 A 型、B 型においては、通所利用が困難で在宅による支援がやむを得ないと判断した利用者に対しては、在宅においてサービスを利用することが可能です。要件は1、2のスライド資料の通りです。詳細については、援護の実施期間、受給者証を発行している区役所にご相談ください。留意点4点目は、日中活動系サービスと介護保険サービスとの平均の取り扱いです。介護保険対象者については、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスが優先となります。ただし、受け入れ先が確保困難、障害特性上、介護保険サービスの利用が適切でない等の事情がある場合は、それらが解消されるまでの間、利用できる場合があります。
詳細については援護の実施機関、区役所にご相談ください。 11.5 点目は原則の日数についてです。一人の障害者が1ヶ月に日中活動系サービスを利用できる日数は、原則として各月の日数から8日、土日を控除した日数と決まっています。31日の月であれば23日、30日の月であれば22日までとなります。ただし、例外的に原則の日数を超えての利用が認められる場合もあります。事業所の運営上の理由、例えば土日会所等で利用日数が超える場合や、利用者の状況を考慮して区役所が認めた場合です。以上で日中活動系サービスの説明を終了します。ご清聴ありがとうございました。健康福祉局障害施設サービス課地域施設支援係です。地域活動支援センターについてご説明します。地域活動支援センターは日中活動を提供するもので、デイサービス型と作業所型の2種類があります。地域活動支援センターデイサービス型は、創作的活動や文化活動、機能訓練や社会適応訓練を実施しています。対象者は障害者で、障害支援区分は不要ですが、サービスを利用するには区役所での支給決定が必要です。支給料は原則の日数、または利用見込みがあり必要と判断される日数となります。地域活動支援センター作業所型は創作的活動などを実施しています。身体障害者、知的障害者を対象とした地域活動支援センターと、精神障害者を対象とした地域活動支援センターがあります。対象者は地域活動支援センターデイサービス型と同様ですが、デイサービス型と異なるのは区役所での支給決定が不要なことです。利用するにあたっては運営主体と利用者の間で直接利用契約を締結します。また地域活動支援センター作業所型は市が週5日の利用を前提に包括的な補助金を交付しているため、他の日中活動系サービスとの利用は原則不可となっています。子ども青少年局障害児福祉保健課です。ここでは障害児支援事業についてお話しします。内容は1から4まであります。相談支援専門員として押さえておいていただきたい内容についてお話ししていきます。では1、障害児通所支援事業です。障害児通所支援事業とは、心身に障害のある児童、またはその疑いのある児童を対象とした、児童福祉法に規定される障害児の在宅サービスです。保育や学童、遊びの場、学習塾や習い事とは異なり、児童一人一人の障害特性や発達段階、日常生活の課題、保護者や子ども自身の希望などを踏まえて事業所が作成する個別支援計画に基づいた支援を受ける事業です。利用にあたっては、保護者が区福祉保健センターで受給者証の申請をして交付を受けることが必要です。括弧1、児童発達支援。対象児童は、療育の観点から、個別療育、集団療育を行う必要が認められる未就学児童及び学籍のない18歳未満の児童です。愛の手帳や身体障害者手帳などの有無は問わず、区福祉保健センター等で療育の必要性が認められた児童も対象になります。児童発達支援で行われることは、1、日常生活における基本的な動作の指導。2、集団生活への適応訓練。3、その他の知識技能の付与となっています。利用定員はほとんどの事業所が1日10人の定員です。括弧2、放課後等デイサービス。
対象児童は学校教育法に規定する学校に就学している障害児となっています。児童発達支援と同様、愛の手帳や身体障害者手帳などの有無は問わず、区福祉保健センター等で療育の必要性が認められた児童も対象になります。放課後等デイサービスの利用ができるのは18歳を迎えた年度の3月末までです。引き続き放課後等デイサービスを受けなければその児童の福祉を損なう恐れがあると認められるときは、学籍を有する間に限り最長満20歳に達する前日まで利用することができます。放課後等デイサービスは学校終了後または休業日において生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を目的としたサービスを提供します。具体的には1、自立した日常生活を営むために必要な訓練、2、創作的活動・作業活動、3、社会参加の機会の提供、4、余暇の提供となっています。こちらも定員はほとんどの事業所が1日10人です。3、保育所等訪問支援。児童発達支援や放課後等デイサービスとは異なり、保育所や幼稚園、小学校、特別支援学校等の児童が集団生活を営む施設に訪問支援員が出向いて支援を提供します。対象児童は児童が集団生活を営む施設に通う障害児または今後利用する予定の障害児であって、当該施設を訪問し専門的な支援が必要と認められた児童です。保育所等訪問支援では、施設等を訪問して障害児本人に対して集団生活への適用のための専門的な支援を行うほか、訪問先施設等のスタッフに対する支援方法の助言等の支援を行います。児童発達支援や放課後等デイサービスのように長期間利用する支援ではなく、徐々に訪問支援員の支援の手が離れていくように支援を行っていきます。保育所で子どもの様子を見てきてほしいといったような理由での利用は事業の目的を勘案すると不適当です。4、居宅訪問型児童発達支援。療育の観点から個別療育等を行う必要が認められ、重症心身障害児などの重度の障害のため外出が著しく困難であり、障害児通所支援に通うことが困難な障害児に対してサービスを提供します。児童発達支援となっていますが、学齢児も対象です。居宅訪問型児童発達支援は、児童の居宅に訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。この事業は障害児相談支援事業の利用が必須です。続いて2、地域療育センターについてです。地域療育センターは、障害のある未就学の子どもへの早期療育の実施を目的に横浜市独自に整備をしてきました。昭和59年の障害児地域総合通園施設構想に始まり、翌年昭和60年には療育センター第1号の南部地域療育センターが開設されました。その後、知的障害児、難聴児、肢体不自由児、自閉症児の通園施設として児童福祉法に位置づけられました。現在は市内に8カ所と同様の機能を持つ施設が1カ所あるため、計9カ所で障害のある主に未就学の子どもへの支援にあたっており、児童福祉法における児童発達支援センターとして児童福祉施設に該当します。
次に、括弧1、設置目的ですが、3つあります。あ、早期療育体制の整備として、区福祉保健センターの実施する乳幼児健康審査と連携して、障害の早期発見を行います。以前は、健診などで療育センターを案内されたという人が6割を占めていましたが、現在は4割くらいになっています。自分で調べて療育センターにつながる人や、幼稚園や保育園の先生から案内されたという人が増えています。E、専門的・総合的機能の整備として、通園施設の他に診療部門を設け、医師をはじめとする専門職のスタッフが診察だけでなく、評価、指導、訓練を連携によって総合的に行います。う、地域における療育の中核施設という役割として、保育所や幼稚園を訪問して、スタッフへの技術的支援を行う巡回相談や、学校に出向いて学校での様子を確認し、普段の関わり方や環境の調整をする学校支援事業を行うほか、療育に関する相談窓口を設置しています。括弧に対象児童ですが、基本的にはすべての障害、その疑いのある児童です。年齢は0歳から小学生までですが、通園は未就学児までとなっています。括弧3、現在の整備状況です。地域療育センターは基本的には担当区域が決まっています。横浜市総合リハビリテーションセンターだけは、港北区と全市を対応することになっています。その理由は、難聴児の児童発達支援は、リハビリテーションセンターのみで実施しているためです。こちらが地域療育センターのイメージです。診療所としての機能を有するため、診察室があります。保護者の相談に応じるための個別相談室や通園で通ってきた児童が支援を受ける指導室があります。また、心理師が検査や心理療法で使用する心理療法室、理学療法士、作業療法士がリハビリや体幹訓練を実施する訓練室も備えています。次に、療育センターを中心とした早期療育体制と他機関との連携をこちらの図で示しています。障害児の支援はライフステージに応じた関係機関が連携しながら支援に当たります。療育センターもその一つとして特に早期療育の中心になっています。続いて3、障害児入所施設に移ります。障害児入所施設は、障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。平成24年の児童福祉法改正以前は、知的障害児、肢体不自由児、自閉症児などの障害種別ごとに分かれていて、主に障害の重い児童を受け入れる役割を担ってきました。施設の種別として福祉サービスを行う福祉型と福祉サービスに合わせて治療を行う医療型があります。近年の傾向として、障害程度の重い児童を受け入れる役割がなくなったわけではありませんが、社会経済状況の変化とともに、いわゆる非虐待児童に見られるような社会的擁護を要するために入所する児童が多くなっています。例えば、家庭で障害特性に応じた養育を行うことができず、保護者の養育負担が徐々に大きくなり、小学生のうちは何とか地域生活を送っていたものの、中高生年齢になってから施設入所を選択するケースなどがあります。
障害児入所施設は原則18歳までの利用となっていて、施設入所の決定は児童相談所が行います。入所児童は高校等の在学中から18歳以降の生活の場や就労、日中活動の準備をするいわゆる地域移行を児童相談所の担当職員とともに入所施設職員や学校、区役所などと取り組む必要があります。横浜市が所管する障害児入所施設は8カ所あります。このほか県域の施設に入所することもあります。続いて4、重症心身障害児と医療的ケア児の支援についてです。括弧1、重症心身障害児の定義と基準ですが、定義としては重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している障害児を指します。重症心身障害を対象とするサービス利用が適当であるかどうかを判断するための指標です。重心の基準は2つあり、両方に該当している場合に判定されます。1つは重度の肢体不自由があること、つまり身体障害者手帳1級または2級に該当していること、もう1つが重度の知的障害があることです。これは療育手帳 A1 を所持しているまたは A2 を所持していて心象過重がないこと、または児童相談所や療育センター、特装センターで IQ35 以下であることの判定歴があることです。括弧2、メディカルショートステイと横浜医療福祉センター港南の整備についてです。医療の進歩により、これまで救えなかった子どもを救えるようになりました。そのため、幼少期から高度医療が必要になったり、成長に伴って介護負担が重くなり、介護者の負担軽減を図る必要性が出てきました。そのため、一時的に在宅での介護ができなくなった場合に、医療機関に入院して在宅生活の安定を図るためのメディカルショートステイや、重症心身障害児者を対象とした入所施設の整備を行ってきました。括弧3、医療的ケア児への支援。横浜市では平成30年度から医療的ケア児者等支援促進事業を子ども青少年局、健康福祉局、医療局、教育委員会事務局の4局と横浜市医師会とで共同して実施しています。医療的ケア児者等支援促進事業の具体的な内容は、1、医療的ケア児者等について、医療、福祉、教育等の機関を総合的に調整する横浜型医療的ケア児者等コーディネーターを養成し配置しています。また、配置後のフォローアップ研修も実施しています。2、医療的ケア児者等の受け入れ体制充実のため、医療、福祉、教育等の機関で活躍する支援者向けの研修を実施し、養成しています。3、医療的ケア児者等の地域生活の充実や介護者の負担軽減を図るため、課題共有や意見交換等の協議の場を実施しています。4、医療的ケア児者等が利用可能な医療機関、福祉施設等のデータベースの構築を行っています。横浜型医療的ケア児者等コーディネーターは、市内6カ所に拠点を設けて配置しています。令和3年9月に医療的ケア児支援法が施行され、国、地方自治体が医療的ケア児とその家族に対して支援をする責務が明記されました。本市としても一層着実な事業実施が求められています。
以上で障害児支援事業についての説明を終了します。